はいどうもこんにちは、オレンジ先生です。よろしくお願いします。オレンジ算数クラスの4-09、約数の基礎編の動画になります。問題 PDF は動画概要欄のリンクからダウンロードできます。そして、版書 PDF はオレンジメンバーレベル2というメンバーシップ制度ぜひご検討ください。それでは早速始めていきましょう。四角1、次の数の約数をすべて書き出しましょう。ね、まず約数って何なのっていうところからね、説明しなきゃいけないですね。はい、早速ポイントです。約数っていうのは、 ある整数を割りまあこうやってねちょっと堅苦しい文章で見てみるとよくわかんないと思いますがちょっとした例を考えていきましょう例えば6の約数ね6は整数なんですけれども6の約数ってどんなものがあるかっていうとまず、えー、この まあ定義通りに考えてみると6を割り切ることのできる整数逆に言うと割った時に余りが出ないっていう、まあ、捉え方もできるよねだから割り算をしてえきれいに割り切ることのできる整数ってどんなものがあるかっていうとまあ小さい方からいくと 6÷1 をした時って、まあ、きれいに割り切ることできるよねとだから1っていうのは6の約数なんだとなりますはい2も同様にきれいに割ることができます余りが出ません 3も同4で割った時は1余り2となって、まあ、余りが出てしまうよねだから4に関しては約数ではないということになります同様に5で割った時も1余るからこれは約数ではないじゃあ6で割った時はっていうとこれは1 っていう答えが出てきますこれは割り切ることのできる結果となっていますからえ6も答えになると。ということで1236がこの4つがですね6の約数として、まあ、答えになるという感じですね。はい、いよろしいでしょうかでまあこうやってね一個一個じゃあ割り算していくのか。 っていうとまあ、そういういわけではないんです例えばそのまそうだとすると過去4番51なんてさ1から51まで、えー、いちいち割っていって割り切れるかどうかっていうのを探していくのって結構面倒くさいじゃないですか。なので、えー、いちいち1個ずつ確認していくのではなくて実は個個約数が見つかれば基本的にもう一個ペアで見つかるんんでですねなんでかっていうと今1を見つけた時 6÷1 っていう作業をしてね はい。こんな計算をしました。で、その時に、あじゃあこの1っていうのは割り切れる。ね。6という答えが出て余りが出ないから割り切れるからえ、1というのは6の約数なんだっていうふうに見つけましたけれども、実はこれ同時に、6、この答えになっている6も約数であることが確定します。なんでかっていうと、割り算のこの割る数と小ですね。答えになる部分っていうのは、え入れ替えても割り切れる場合はですね、イコールは保たれると。同じ、えー、また結果が出てくると。要するに入れ替えても、 もう式は成り立つよということいいこがか、えー、かっていますから結局この6で割った時も答えはあまりが出ない1となるわけですね。ですからもうこの 6÷1 が6っていう式、まあ、この式がね考えられた時点で、はい、この式が出た時点で1だけでなく答えになっている6も約数だと分かる。 だかから一気に2つ分かるんですね、はい、これを利用していくとちょっと、えー、調べる量が減っていくよね。ってことは今1と6ってことは2と3もペアなのかってうとペアなんですね。この式見てみると 6÷2 イコール3ってなってるよね。うん、でこの時に2がじゃあ約数だなってなったんだけども、えー、この小になる3っていうのも、えー、同じようにさっきと同じ理屈でこの3も約数になるんだよねって考えられるわけね。で実際答えも2と3が約数になってるよねっていうふうに、えー、ペアで 1一つの式で2つ同時に見つかるとまあ、基本的に例外ももちろんありますが、基本的に1つの式で2つね見つかることが分かっています。 なので、えー、こんな形で調べることが多いですね。はい。まあ、要するに、割る数とその結果、割る数とその割った結果ですね、小をペアでこう探していくことが多いです。だから、例えば6の約数だったら、1って書いて、その下にペア。つまり、えー、6を1で割った時の答え、6ですね。もしくは、1かける6が6っていう、この掛け算の結果が6になってるとも、当然逆算的にね、えー、考えられます。 はい、でここから徐々に上がっていくと 1OK、OK、できた同時に6も見つかったじゃあ1の次2あじゃあ2って 6÷2 をしたら3だよねっていうことでえ同時に3も見つかるで次3はもう調べる必要ないよねなんでかっていうともう結果として3が見つかっているから。ということでもうそれ以上調べる必要はないんですね実は。だって4とか5が約数になっているのであればこれね順番見てくれたらわかると思うんだけど、はい、こういう順番で数字は大きくなってい,いきます。 ね、こういう感じで書いていくとね。ってことは4五とかがもし約数として入るならばここら辺に入るはずだよね6と3の間に入るはずだと。でももう、えー、1二って調べた時に6三とこういう順番で数字が出ているということはもう4五はもう約数じゃないってことが実は調べなくても分かるわけですね。なのでこの時点でですね、はい、2まで調べた時点で確定するわけです。だからいまで調べる必要はない って考えるとこうやってねペアで考えていくことによってだいぶ調べる量がギュッと減るよね。はい。ということで基本的に約数を片っ端から調べていくときはこのように割る数そして割られた結果ですね結果割る数と答えのペアもしくは掛け算のペアですね 1×6 が 62×3 が 6, 6, 2 3 6みたいな感じで掛け算のペアいずれにしても、えー、2つ同時に見つけていくっていうのが基本的な約数の探し方になります。いいでしょうかね。はい。じゃあこれを元にですねカッ1から4番。 解いていてきましょうはいじゃあ18ねまずじゃあ1からいきましょう1はね絶対約数なんですけどねだって1って何でも割り切れるよね何でも割り切れますからね1はねはいということで181で割ったら答え 18OK、OK、ということでねはいじゃあ次に 2, 2は割り切れるかっつったら割り切れるね答え9じゃあ次3はってなると18割る3は 6OK、OK、で4はっていうと4はダメだよね うん、だから実際に調べる時はあ4はダメだなって思ったらここはもう飛ばしてくれたりですわざわざ今みたいに4って書いてバツってする必要はないですもうここ飛ばしてあ5は5もダメだな、まあ、今はねちょっと板書ですから分かりやすく5ダメだなっていうのをね、えー、見えるようにしてますが、えー、実はここ書かなくていいですはいじゃあ次6はってなった時にじゃあもう6見つかってるからこれで OK だよねということでこれで調べ終了になります はいといとうことでまあ答え方なんですけれどもまあ基本的にね出てきた数字6つ全部答えてやればいいんですけど、まあ、理想を言えば理想を言えば贅沢を言うなら小さい順に並べてあげてくださいねって感じかなまあその方が綺麗だからっていうのとその方が採点感に見やすいからっていうまあいろんな理由があるんですけどまあだから一番あんまりやってほしくない答え方は「19」。 2 6 3 18みたいなねえバラバラにこう答えるのはあまり良くないかなとまあそれで罰されることはなかなかないと思いますが普通はこうやって小さい順に並べるということを知っておいてください。これも見ていきましょう。ででですね2じゃあ15ですねねじゃ割ったら答えは 10で4は割れないですよね余りが出ちゃいますからダメで5はって言ったら6が終わってということで、えー、もう次6を調べる必要はないなぜならばもう候補として出ているからということでこれで調べ終わりとなりますあとは小さい順に整列させて答えとなります次カッコ3番いきますはい16ですねさあこれも同じように見つけていきましょう、はい、1で割ったら答えは162で割ったら答えは8 3では割れません4で割ったら答えは4ですよねはいここでねさっきちょっと例外がありますという話に繋がります基本的には例えば1 を出した時に答えが16という風になってこう違うね相手が出てくるんですけどまあ算数用語を用いるならば平方数の時これね規則性で実はやってる言葉なんですけど平方数ね同じものを掛け合わせたもの平方数っていうんですけどその平方数の場合は4例えば今回ね4のお相手が4という風に同じ組み合わせが出てくるとまあそれは当然だよねだって平方数って同じものを掛け合わせたものなんだから同じもの同士のペアが出てくることも当然あり得るということでこういう時どうすればいい かっていうと、まあ、相手を消してあげるとね、決して1,2,4,4,8,16って別に答えないでくださいね。1,2,4,4,8,16っていう風には答えないでください。4がかぶってますからね。はいということで、じゃあこれの約数はっていうと、はい1,2,4,8,16の5つになります。ここで1つポイント挟んでおきます。さっき言った通り平方数の時は同じ数のペアが出てくるということですね。ここでポイントです。平方数の約数の個数は 奇数なんだということを、まあ、一応押さえておきましょう。奇数って何って言われたら、まあ、要するに2、4、ロー、ハーではない。ね、2、4、ロー、ハーが偶数で、1、3、5、7、9が奇数です。っていうふうに、2で割り切れるもののことを偶数と呼び、えー、それ以外の整数のことを奇数と呼びます。 はい、で基本的には当然ペアでね見つかっていくから偶数のはずなんだけれどもだから18とか30の約数の個数ってこれ6とかさ8個とか、まあ、こういう風に偶数になってるんだけれども平方数の時のみですね平方数の時のみこうやって同じ相手がね出てくるから片方を消さないといけない。ということは本来ならペアで探してるから偶数のはずなんだけど1個だけ消さなきゃいけないから奇数個になるんだと。 こういうふうに5個ですね、奇数個になるんだということをぜひ覚えておいてください。4番、51ですね。はい、まず1で割りましょう。51… はい。2では割れませんね。これ奇数ですね。2では割れません。じゃあ3で割れるかって調べてみると、これ割れるんですね。17となります。で、これ調べていくと、もう実は割り切れる数はありません。で、これで、ね、どこまで調べていけばいいのかっていう話なんだけれども、えー、これ16まで調べなきゃいけないのか。ね。16まで調べなきゃいけないとか、だって次17だからね。16まで調べなきゃいけないのかって言われると、実はそうじゃなくて、えー、実はこれ、あの、あるところまで調べれば、それ以上調べなくていいっていうポイントが実はあるんですけど、 その話は全問解説した最後にね、えー、おまけとして説明しておきますのでまた気になる方は最後の最後まで <laughs>、はい、見てみてくださいはいということでえ答えは1、3、17、51の4つが正解になりますはいそれでは次の問題に行きます四角に1以上30以下の素数を全て答えましょううんじゃあ素数は何なんだっていう話ですねはい言葉を覚えていきましょうポイントですはい素数っていうのは 1> 1と自分でしか割り切れないい整数のことを言いますで自分って何っていうことなんだけれども例えば5とかって素数なんですけれども5の約数を考えてみると1と5でしか割り切ることができません例えば5素数だという時は自分っていうのは5ってことねだから1とその数字そのものでしか割り切れないという意味です別の言い方をすると約数が1と自分自身のみっていうことになるよねだから例えば5だったら1と5だけだと いう,ふうになりますってことは約数数の個個は2個にななるよね1と自分自分身しかないかいらで逆に言うと約数数が2個なのって素数しかありませんですからこの「約数が2個」っていう情報も是非覚えておいてください。はい、素数ねこれはもう6年生入試直前まで最後まで出てくるような内容なのでしっかりと今のタイミングでこの定義ですね素数ってのはどういう意味なのかそして素数の約数が2個である。 っていう特徴までしっかりと覚えておくと後々楽になるので今のうちしっかり押さえておきましょう。はいじゃあ1以上30以下まあつまり1から30までの整数の中で素数は何ですかっていうような問題なんですけれどもまあこれはねもう実は暗記事項になります。まあね初めて解くときは1ってどうかな2ってどうかな3ってどうかな4ってどうかなってやっていって、えー、例えば6とかだったらさ1236あ約数4個だ。ね。1と自分自身以外1と6以外にも23っていう約数があるからあ素数じゃない。 っていう判断をねまあ一個一個やっていってもいいんだけれどもはいもう答え書いちゃいますね2 3 5 7 11 13 17 19 23 29、えー、ここまではですねもう中学受験をね控えるような小学生であればもう1から30までの素数っていうのはもうこれ暗記しておいた方がいいと思います もうなんていうか、ククみたいに何も見ずにパッとね言えるように、2 3 5 7 1 1 1十3 1 7 1 9 2 3 2 9ってもうスパッと言えるようにしっかりと、これはもう丸暗記でもいいから覚えておくといいでしょう。2から29までのね素数。これはもう丸暗記しておくことをお勧めします。 結構まあ六年生になるまで整数問題みたいなのがちょこちょこ出てくるんですけど、そこで結構この素数っていう概念がまあ頻繁に問題でよく聞かれるというか使われる題材なんですけれども、例えばさ17が素数かどうかっていうのをいちいち考えてるとかなり時間かかっちゃうのね。もう17が素数っていうのは当たり前っていうところで、それはもうあくまでも元々ある道具として使う、元々ある道具として使っていかないと到底ね解くのに時間がかかってしまう、大量に時間がかかってしまうような問題っていうのが出てくるので、もう。 このね29までは素数なんだっていうことはしっかりと覚えておかないと太刀打ちできない問題っていうのが6年生になったら出てきますので難しい学校の入試問題とかねですからその時に、まあ、余裕でこれが素数だっていうことは判断できるように今のうち覚えておきましょうで合わせてちょっと覚えておいてほしいのが1は素数ではないということね理由としてはこんな感じ1の約数は1しかないよねってことは約数の個数1個になるよね だから違うわけあの。素数の特徴として、約数が2個っていうのもあったよね。だけど、1の約数は1個しかないわけです。だから、えー、数が違う。 ということで、素数ではないと判断できますね。はい。よろしいでしょうかね。これも合わせて覚えておいてください。1は素数ではないということね。はい。それでは次の問題行きましょう。四角さん、次の問いに答えましょう。括弧コ1、12と30の約数を全て書き出しましょう。はい。もうこれに関しては、え四角1でやってますから、パッとできてほしいところですね。はい。こんな感じで、12の約数は、1、2、3、4、6、12と。まあ、答えるときはね、小さい方からこう羅列していってほしいところです。30の約数は、こんな感じで調べればいいでしょう。1、2、3、5、 6、10、15、30となりますはいじゃあ括弧2番12と30の公約数と最大公約数を求めましょうはいまた新しい単語が出てきましたまずは公約数からいきましょう2つ以上の整数における共通の約数という意味があります でこのね公約数のこの公っていう字なんだけれどもこの言葉に共通のっていいう意味が含まれていまれす。だからまあ要するに12と30の公約数はって言われたら12の約数そして30の約数この2つのうち共通する約数は何ですかっていうのがまあ公約数って意味ね。で最大公約数っていうのはまあその名の通り公約数の中で最大のもの っていう意味を思っていますで、ちょっと細かい話なんだけれどもここ公約数のね定義に一応2つ以上の整数というふうに書いていますだからどういう意味かっていうとまずは1つだけの整数において公約数はありませんだから例えば12の公約数っていう言葉はあまりないと12の公約数っていう言葉の使い方は間違ってるわけね だっっててつ以上ペアがなないいいと共通っていうものはないよねだから12の約数とは言うけど12の公約数とは言わないわけあくまでもペアそれ以上のね2つ以上のものに関しての共通ね共通する部分っていうのは2つ以上ないと当然共通っていう言葉は適さないですから公約数っていうのは2つ以上の整数に対して使う言葉なのであるということを押さえておいてくださいだから逆を返せば3つとかも当然あるわけ 例えば12と24と20ねこの3つの整数の公約数は何ですかこの3つの整数の最大公約数は何ですかっていうふうに3つ当然4つ5つとかねまあそれ以上もあるけれどもまあいわゆる2つ以上の整数に対しては何個でも公約数とか最大公約数っていう言葉は使うことができるということをまあ押さえておいてくださいちょっと細かい話ですあとまあこれも便宜上の話なんですけれども最大公約数を あんんまりないんだけど GCD と書くこともありますこれまあ要するに最大公約数を英語で表した時に、はい、このようになります。というふうになってでその頭文字ですね取って GCD と書き表すことが多いです。まあ他にもね実は <laughs> 細かい話になるんだけれども Greatest Common Measure とかね Greatest Common Factor とか言って GCM とか GCF とかも書いたりすることもあるんだけどまあ GCM は結構あるかもしれない。 だけれども一番よく海外でというか全世界的に表すのは GCD かなと思いますですでから、えっと、最大公約数ってさ、まあ、日本語で書くとかなり画数が多いよねだからあのオレンジ先生の板書ではこれ以降最大公約数のことは GCD と書くことが出てくると思いますあのいちいちねこれ書くの結構めんどくさいんで画数がめちゃくちゃ多いんでねだから GCD と表記されたらそれは最大公約数のことなんだと思ってください ちなみに、これね、英語の話になっちゃいますが、グレイテストっていうのが一番大きいってことですね。最大でこう。これがこうですね。共通の。で、これが約数という意味を持っています。 で、まあ、この点点点っていうのは、すっごい細かい話なんだけど、それぞれの単語を省略しているという意味で、えー、点をね、打つっていうことなんだけれども、別に点なくても全然、あの、大丈夫です。通じます。GCD。だから、入試とかでね、例えば、まあ、学校によりますけれども、考え方を書きなさいみたいなね、式や考え方図も書きなさいみたいな、記述式の入試があったとして、まあ、実際にある学校あるんですけど、えー、そういう学校でもですね、最大公約数って書かずに GCD と書いても当然通じます。これはもう数学用語ですから、全然バンバンね、 あの使っていってくださって構いません。 でちなみに、公約数のことを、まあ、コモンディビザーって言うんだけども、まあ、その公約数はあんまり CD ってね、えー、略して書くことはないかな。当然、海外だったらあると思うんだけれども、日本のこの算数とか数学のジャンルの中で、公約数のことを CD と略すことはあんまりないから、公約数のことは、まあ、公約数ってね、ちょっと書く数、これでも多いんだけど、えー、仕方なく書くしかないです。だけれども、最大公約数は GCD と略すことがしばしばあるので、まあ、それに関しては GCD と書いてもいいのかなと思います。 ということで、ちょっと本題に戻りますが、12と30の公約数は何なのかっていう話で、さっきね、予約数出しましたけれども、1234612、12356101530っていう風になりました。じゃあ、この中で共通するものが公約数という風になります。じゃあ、共通するものって何かっていうと、まあ、1236。はい、この4つが共通してるよね。だから、1236が 公約数になりでさらに言うと最大この中で最大のものって6だよねとだからこの6がそのまま最大公約数 GCD として表記できるということになりますよろしいでしょうかねもう早速ね最大公約数 GCD と表記しています はい、それでは括弧3番いきましょう。8と24の公約数と最大公約数を求めましょうと。とはい、これも同じ話ですね。まず、8に関して約数書き出すと1248っていうのがまあ、約数になって24に関してはちょっと多いんだけれども、123、46、82、24っていうのがまあ、約数になります。 ってことは、この共通するものが公約数になるわけだから、1、2、そして4も共通していて、8も実は共通していますね。ということで、これ結局8の約数全部共通してるんだよね。ということで、公約数は1、2、4、8の4つが正解になり、で、さらに一番大きいこの8が最大公約数になると。 いうことになります。はい、よろしいでしょうかね。で、えー、一応この問題これでもうオッケーなんですけれども、一応ベンズ。 図形の性質のところで実は使ったベン図というものをここでも使ってですね別の見方をしてみましょうまずカッコ2番から見ていくと12の約数30の約数っていうふうにこういうねベン図丸を書いてあげて共通する部分ここが要するに12と30の公約数になるよっていうことですからじゃあさっき答えとして出しした数字当てててははめてみるるとといこんななな感じになるかなさっき答えとして公約数としてえ答えた1236っていうのがこのベン図のね共通部分共通の丸の部分に入るはずだ。 412 12っていうのは12ののは約約数数なんだけど30の約数ではないからここに入るであるいは501530っていうのは30の約数ではあるんだけれども12の約数ではないからここに入るとはいこんな感じで、えー、住み分けるることができる一番理解してほしいのはこの輪っかが重なったところが公約数になっているんだっていうことですね。で実はなんですけれどもこのね1236よく見てみるとこれって 6の約数になってるんですねはいということでもう一つポイント挟んでおきます公約数っていうのは最大公約数の約数という考え方も実はできるんですねさっき言った公約数の説明はそれぞれの約数のうち共通するものが公約数だったよでまあこれが第一理解というかねもともとにある定義なんですけれどもこういう見方もできる12と30の最大公約数が6であるでその6の約数が1236である ってことはこの1236が公約数だよねっていう考え方つまり最初の説明は公約数1236を見つけますでその最大が6だから最大公約数6だよねっていうのがまあ要するに公約数を見つけてから最大公約数を見つけるっていう順番の説明なんだけど今言ったこの2個目のポイントね今書いたこのポイントの考え方は最大公約数って6だよね まあこれね最大公約数を見つける方法っていうのは後々説明します。連除法っていうのを使うんだけれども、その最大公約数って6だよね。じゃあ6の約数って1236だよね。じゃあこの1236が公約数だよね。つまり2個目の理解としては、最大公約数が先に見つかって、その後に公約数が見つかる。だから順番がちょっと違うわけね。どっちでも見つけられるようにした方がいいです。 よく使うのはこの後説明する連除法というものを使った最大公約数を先に見つけてからその後に公約数を見つけるっていう順番の方が多いですだから結局ここのねこの今赤で囲ったね共通する部分公約数っていうのは別の言い方をすると6の約数なんだということがわかります。 はい。よろしいでしょうかね。あ、ちなみにこれ、約としか書いてないのは、ちょっと約数と書くのがめんどくさいので、約って、えー、略してるだけね。あ、もちろんこれ約数って書いても問題ないです。約って書くより約数って書いた方がいいんだけど、まあ今回ちょっと説明ですから、実際にね、なんかベン図書きなさいって言われたら約数って書いてほしいんですけど、まあこれはあくまでもちょっとめんどくさいんで、えー、略称で約と書いています。 はい。一応、カッコ3番のね、内容もベン図で、えー、理解しておきましょう。カッコ3の8の約数と24の約数っていうのも同じように書こうとすると、実はさっきとちょっと違う点があるんですね。でちょっとまず書いてみますと、こんな感じになるんですね。つまり、8の約数であり24の約数でないもの。つまり、ここに入るものっていうのは実はないんですね。 えー、さっき確認した時もそうでしたが8の約数っていうのは全て公約数になっているんだよということでしただこんな感じねだから8の約数であり24の約数でないものここには何も入らないんだよということになります反対側24の約数であるけれども8の約数でないものっていうのは361224、えー、っていうふうになりますまあこれでいうと赤の丸で示していないところですよねがここに入るということですねで公約数は1248ですとはいということは結局ここには何も入らない わけですからもう少し正しくベン図で書くならばこんな形で書くのが適切でしょう要するに24の約数の中に8の約約数数中にに8が全部ねこう綺麗に入っっててるんだよっていうことですよねでまあその8の約数の中には入れないものとして36224があるということですからまあ別にこの上のベン図の書き方が大きく間違えかって言われるとそうじゃないんだけれどもより正しくその24の約数の中に8の約数が全部入り込んでいるんだよっていうことを示すには、えー、このようなベンズ のの書き方の方がより正しいかなと思いいいますはい、いずれにしてもですねこのかぶっているところ上で言うとこの部分下の部分で言うともう8の約数そのものですねこれが、えー、2つの公約数24と8の公約数なんだよということになります。でまた先ほど言った通り公約数っていうのは最大公約数の約数であると。ということでこれも同じですね。結局最大公約数って何かっていうとこの中で言うと8が一番大きいわけで。 で8の約数って調べてみると、1、2、4、8と、きれいにこの今のね、公約数の4つのまんまになっています。で、まあ、こっちはもうわかりやすいよね。もう最初から8の約数ってなっています。このように、最大公約数っていうのは、まあ、約数をね、全部書き出して一番大きいのを見つけてみるとですね、実はその公約数っていうのは最大公約数の約数とえ等しいんだよということに気づきます。 はいよろしいでしょうかね。改めてポイント公約数っていうのは最大公約数の約数であるということをしっかりと覚えておいてください。はいそれでは次の問題に行きたいと思います。次の数の数数最大公約数を求めましょうと144はい、というふうにですね、えー、今回からはさっきみたいに約数を全部書き出してから公約数を求めていくでさらに最大公約数を求めていくっていう順番ではなく一発で最大公約数を パシッと求める方法っていうのを使っていきたいと思いますはい、一応書いておきましたさっきまではそれぞれの約数書き出して公約数を見つけて GCD 最大公約数を見つけるというまあ、流れの解説だったんですけれどもえ今回はですね連助法というものを使って一発で GCD 最大公約数を求めていこうということですねはいじゃあ連助法って何かっていうとまあこれね漢字でまあ、意味合いが実は隠れていまして連なって で除するとでこの「除っていう漢字は割り算の意味があるんですねだからつらなって割るということですね。でよくよく考えてみるとまず約数っていうのは割り切れる数だよね割り切れる数。で公約数っていうのは2つの数字に共通して割り切ることのできる数ってことだよね約数ってことは。共共通通ししてて約数なななんだから共通して割り切ることができなきゃいけないけってことでしょ で、最大公約数っていうのはそれの一番大きいものを見つけるわけで。ということはまあ各1だと360と144、ね、これら2つを共に割り切れなきゃいけないわけだよね公約数っていうとねだから連なって割る共通して割れるものを探していこうよっていうのが連除法です。まあすだれ算とかねいろいろな言い方はあると思いますがここでは連除法と、えー、呼ばせてください。 はい、やり方はね結構簡単であの割り算の筆算あるよね割り算の筆算の逆を書いていきますこんな感じでここにですね360そして144を共に割り切ることのできる数を探していくえここに、えー、当てはめていくということですねだから別になのでここに入る数字自体は結構人によるって感じかな だから別に2でもいいし、まあ1は意味ないよ。1で割ったところで360と144になっちゃうだけだからえ、それは意味ないんだけど、まあ2以上のね、整数で2でもいいし、例えば3でもいいし、割り切れるものだったら何でもいいと。はい。じゃあ、例えば、うーんー、じゃあ4でいってみようかな。4でね、実はこれ2つとも割り切れます。割ってみると、90、 36っていう結果になりますでもまだ90と36ってて共通して実は割れるんだよねじゃあ2段目こんな感じで書いてあげてじゃあ90と36共通して割り切ることのできる数って何かっていうと、まあ、まだ2でいけるかなはい3段目45と18を共通して割れるものといえば、まあ、これ9でいけるかな ?9 の段ですねどっちも。はいということで残った5と2。 これは共通してもう割れないよね。1でしかまあ割れないよね。でも1で割っても意味がないので、まあ、2以上の整数と言われればもう割り切ることはできない。ということで、えー、これで調べるの終了、連除法終了。じゃあ、どこが GCD 最大公約数なのかっていうと、はい、ここのね、縦。 この割ってきた数字の縦の掛け算の結果が GCD 最大公約数になるということになります。よろしいでしょうかということで計算してみるとこれが答えになります。72が最大公約数です。はい、いいでしょうかこれが連除法というものですね。えー、結構便利だよね。GCD を一発で求めたいときにはかなり便利です。さっきみたいにいちいちね、約数を書き出してってやっていこうと思うと今回めっちゃ大変なので、ね、実は。 360と144だからかなり約数多いんですよこれ実はねで全部書き出して公約数探してその中で最大のものってなるとかなり面倒、えー、くさいんだけれども連序法というものを使ってあげるとまあ割と、まあ、ものの1分ぐらいで、えー、答えが出るんだよということですですからこの連序法すだれ算是非覚えてください。括弧2番も同様にやっていきます はい割り算の逆ですねはいじゃあ78と52共通して割れるものまあとりあえず2かなはいじゃあ39と26これちょっとね、えー、気づくかどうかちょっと怪しいんだけれども実は13で割れますはいで3と2になったらもうこれこれ以上は割り切れないはいということで最大公約数はここですねつままりりが答えになりますはいよろしいでしょうかじゃあラストカッコ3番 はい、でこれに関しては実はレンジ法を一切使えないんですねなんでかというとそもそももう11と17これ以上割り切れないんですよ1以外でね2以上の整数でもう実は、えー、共通して割れるものないんですよじゃあその時、えー、どう答えればいいかはい共通して割り切れるものが今2以上のものではないんだよねまあ相手言うなら1しかないんだよねはいじゃあこの時の最大公約数何て答えればいいかというと1と答えればいいわけです はい、よろしいでしょうかね。だからえ、2以上のもので一切もう割り切れないっていう場合であれば、その2つの最大公約数はもう1。で、公約数も1しかないということですね。で、ちなみになんだけれども、このような、もうこれ以上割り切れないよ。これ以上2以上の整数で共通して割り切れるものがないよっていう状況。その時の2つの数字の関係性のことを、互いに素と言います。はい、よろしいでしょうかね。このようなことを、互いに素と呼びます。 まあ算数の言葉としてはそこまで最重要ではないんだけど数学とかでねよく使う言葉なんですけどまあとはいえこのような関係性のことは重要なんですね実は。互いにうな関係性だからこれは OK だよねダメだよねっていう場面が56年になってくるとちょこちょこ出てくるのでだからまあ名前と合わせてですねこのような関係性のことを互いにそと呼ぶんだよっていうことはまあ覚えててもいいのかもしれない。まあでもとはいえちょっとマニアックなんで青で書いています。だから例えば11と17とは互いに 素な関係とということができるしあるいは1とか2に遡った時に360と140は当然互いに素ではないよだって4とか2とか9で割れるからだけれどもそれを割り切ったこの5と2ね結果のこの5と2に関してはこれ以上2以上の整数で割り切ることができないから5と2は互いに素な関係ということができるそして2では3と2ですねこの3と2は2以上の整数で共通して割り切ることができないからこれら3と2は 互いにな関係ということができるわけですね。 はい。よろしいでしょうかね。まあ、ちょっとマニアックな知識でした。はい。四角5番です。縦 8cm、横 12cm の長方形の紙があります。この紙はあまりが出ないように、同じ大きさの正方形に切り分けたいと思います。切り分ける正方形をできるだけ大きくするには、一辺の長さは何 cm にすればいいでしょうか。また、その時何枚の正方形に切り分けられますかという問題ですね。あの、初見だとかなりね、難しく感じるかもしれませんが、実はこれすごく簡単なんですね。で、ポイントとしてはここ。 余りが出ないように同じ大きさの正方形に切り分けたいということですはいこれはどういうことを表しているかっていうと縦横同じ長さで割り切れないといけないわけです例えばねこれ縦 8cm 横 12cm を 1cm の正方形で切り分けようと思ったら切り分けられますかって言ったら切り分けられるよね縦8個分横12個分になるよね ですよねじゃあこれが一辺2センチだとどうなるかっていうとこれも縦4個分横6個分で OK になるわけですなんだけれどもこれが3センチになったらダメなんですね縦2個分と2センチメートル余るのわかりますか3センチだとだって8割る3で2余り2だよねはいということでこれ縦余っちゃうわけね縦8センチから3センチ3センチ取ったら最後2センチ余っちゃうわけ だ,だって 12cm だから、まあ、12÷3 で4個分ちょうどいいんだけど縦に関して余っちゃうよね。だけど今回の問題は余りが出ないようにっていう問題だからこの 3cm だとダメなわけです。ということは今回は3で割り切れなかったからダメなんだよね。ってことは縦に関しても横に関しても余りが出ないつまり割り切れたら OK になるってことだよね。 例えば 2cm とかもそうだよね 8cm に対して 8÷2 は4割り切れる12に対しても 12÷2 で6割り切れるというふうに8に対しても12に対しても割り切れるものを探せばいいこれってつまり8でも12でも割り切れるものつまり8と12の公約数を探せばいいってことになるよねでさらに この文章に注目してほしいんですけれども、切り分ける正方形をできるだけ大きくするっていうことだよね。切り分ける正方形をできるだけ大きくするっていうのはどういうことかっていうと、要するにこの一辺の長さをでかくしたいってことだよね。ってことは、今一辺って結局、この割り算でいう割る数。 別の言い方をすると約数ね今でいうと8と12の公約数なんでしょその8と12の公約数の中で一遍でかく公約数でかくしたいんだったら8と12の最大公約数を求めたらいいっていうことになるよね。 はい。8と12の GCD 最大公約数を求めればいいということになります。よろしいでしょうかね。で、今回はそういう問われ方はしていないんですけれども、この問題、ちょっと難しくするならば、こんな問い方もあります。全く同じ意味なんだけど、ここの、えー、2つ目のね、赤線見てほしいんだけど、今回は切り分ける正方形をできるだけ大きくするって書いてあるけど、こういう問い方もあります。切り分けた正方形の数、正方形の枚数をできるだけ少なくするには、 一辺の長さは何センチメートルにすればいいでしょうかっていう問題の問い方があります。むしろこっちの方がメジャーかな。どういう意味かっていうと、切り分けていったらさ、その正方形のパーツがいっぱいあるよね。正方形の紙がいっぱいになるよね。このいっぱいある何枚かっていうのをできるだけ少なくしたいっていう問い方があるんだよね。で、それってどういう意味かっていうと、 枚数を少なくしたいってことは当然大きく切り分けるべきだよね。まあ折り紙とかで想像してほしいんだけど小さい正方形でさ切ったら当然枚数めっちゃ多くなるよね。 だけれども例えばさ極端な話四つ切りとか正方形の大きさを大きくすればするほどね四つ切りとかだったら4枚っていう枚数が少なくなるよねつまり一辺の長さがでかくなればなるほど正方形の大きさが大きくなればなるほど枚数は少なくなるわけだから枚数を少ない時を答えてくださいねっていう時は結局一辺の長さがでかい正方形がでかい時を答えなさいつまり最大公約数を求めなさいっていう問題になるわけね はい。だから、今回はそういう問い方じゃないよ。だけれども今、今後ね、ちょっと難しくなっていくと、5年生、6年生とかだったら、2つ目のね、赤線のところどう問われるかっていうと、もう一回言っとくと、切り分けた正方形の枚数。 を、できるだけ少なくするには、一辺の長さは何センチメートルにすればいいでしょうかって問われることもあるので、まあそう問われても同じ問題なんだ。最大公約数を求めればいいんだということを、えしっかりと認識しておいてください。またね、えそういう問題が出てきた時に、また説明するんですけどね。はい、じゃあ8と12の GCD 求めるには、まあ連除法でいいかな。はい、8と12共通して割れるもの、4で実は割れるんだよね。はい、4で割ってみると残りは2と3。これ以上割れないね。 ちなみにこの2と3の関係性のことを互いに素と呼ぶんでしたね。はい、ということで、まあこれ以上割れないので、もうこれ掛け算というかね、ここだけになりますが、これが GCD になります。 はい。ということで、もうこのまま 4cm が答えになります。で、さらにこの問題では、その時何枚になりますかっていうことを聞かれているので、縦横に関して一応枚数計算しておきましょう。はい。ということで、縦は 8cm÷4cm で2枚。横に関しては 12cm÷4cm で3枚。ということになるので、縦2枚横3枚なんだから2、2×3 で6枚と答えればいいよね。はい。よろしいでしょうかね。ちなみに、この連除法を生かすならば、え結局4で割った結果がこの下に出てる できますから、実は二枚三枚っていうのはこの連乗法の中に隠れているから二かける三で六枚と答えても ok です。はいよろしいでしょうかね。で最後にこのカッ四番ね、さっきもねちょっと予告はしたんですけれども、じゃあこれね探していくときにじゃあ十六まで探さなきゃいけないのかっていうとそうじゃないんだよっていう話を最後にして終わりたいと思います。で結論から言うと、これねどこまで探せばいいかっていうのを計算することができるというか、まあ。 バッチリ計算するってなると結構大変なんだけど大体の予測をつけることは結構簡単なんですねその方法は何かっていうと、はい、結論から申しますと51に近い平方数を考えることでどこまで調べればいいかっていうのが実はわかるんですね。 だから今回で言うとえ平方数まあその前に平方数大丈夫同じものを掛け合わせたものねそれ平方数って言いますけれども 7×7 が49で 8×8 が64だからまあそれぐらいのところだよね51って。 だから7か8ぐらいいいいまで探せばいいんだよっていうことが実はここれでででで判明すすするんですね詳しく言うなららば7まで調べればいいですだからこの間に51があるんで結局7まで調べれば、えー、それ以上は調べなくていいつまり8以降は調べなくてよくなるわけです。でなんでかっていうとはい結構これねマニアックな話難しい話になってくるんだけど、えー、さっきね30の約数調べていったと思うんだけれどもその30の約数を調べた時に6以降は調べなくていいよっていう話をした ね、だって1234はダメで5はいけてで6を調べようと思ったもう6出てんじゃんっていう話ですよね。6出てるから後は引き返すだだけでいいんだよっていうことを言いましたですよね。ですよね。で実際調べてみても結局同じ結果が出るわけですこういうふうにね。1235で割り切れてその後6で割り切れて10で割り切れて15で割り切れて30で割り切れるそれ以外は割り切れないっていう結果が出てきます。 つまり、これ、半分以降は同じことですよね。これ結局ね、6、5、13、15、2、31ってこっちの、まあ、鏡にしたものだよね。対照的って言うんですけど、対照的な結果が出てくるだけなんです。だから調べなくてもいいよね。ここ、リューターンすればいいよねっていうのが、えー、まあ30の時に説明したやり方ですよね。 つまり、これ、調べなくていいラインっていうのは、このね、大小関係、上と下の大小関係見てほしいんだけど、前半は常に上の方が小さいよね。だけど、後半は上の方が大きいよね。だから、この大小関係が、 入れ替わる瞬間からえ調べなくて良くなるわけですいいですかだってそうでねこれまでは下の方が小さいのに後半に調べなくていいゾーンに入ると上の方が小さくなるよねだからこの大小関係が入れ替わる時に調べなくて良くなるわけですじゃあ今51に関してどこがその大小関係が入れ替わる タイミングなのか調べなくていいゾーンはどっからなのかっていうのを調べるためにちょっと無理やり割ってみると今途中まで書きましたで今回は約数を調べるというよりかは代償関係が入れ替わるのかどのタイミングなのかっていうのを調べるためなのでこういうふうに割り切れないものもちょっと無理やりね小数点を使って表記しています。なんでねまだ小数に関して詳しい授業をしてないのでもしねん何言ってんだこの人みたいなのだったらちょっとここはあもう飛ばしてくれて大丈夫です。なんとなく理解で構いません。 はい。7までやりました。で、7の結果、これ実はね、無限小数と言って、まあ割り切れない。永遠に小数が続いていくような結果になるから、ちょっと省略してますが、7まで割ったとき、これかなり入れ替わりそうになってきましたね。どん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 こうさ、1、51ってこう離れてんだけど、どん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 近づいていって、で、今、6、8.5、7、7.28ってもうだいぶ近寄ってきたよね。で、そのまま行くと、今度、この代償関係が入れ替わっていくタイミングが出てくると。 この後も調べてみるとはいちょっと続き書いてみましたけれども8で割った結果6.375というふうにこれ代償関係入れ替わりましたよねはいここ77.28でだいぶ近寄ってきて8になったらもう入れ替わったね上の方が大きくなったよねってことはさっき言ったようにこの代償関係が入れ替わったタイミングで調べなくて良くないゾーンに入るわけだから8以降は調べなくて良いと いうことになるわけですねじゃあなんでこの7とか8っていうのがさっき言ったやり方51に近い平方数を考えることでだいたいこれで見当がつくのかというと実は51って平方数じゃないよね51ってそもそも何とかかける何とかで表せないんだけれどもこれ実は無理やり表すすことっていうのはでできるんですねまあこれ中学以降の話になるんでマニアック算数なんであのわからない方はもうここで動画 <laughs> 見たいところまで飛ばしてくれたらいいんだけれどもちょっとね興味ある人は聞いてほしい だけど、円数は無理やり表すことができて、大体ですよ、大体、はい、51っていうのは 7.14. 点点点点点かける 7.14. 点点点点点の同じ掛け算の結果になってるんですね。で、これはものすごく専門なことを言うと、ルート51っていうものを計算すると実は出てきます。だから、もしかしたら家にある計算機であったりとか、スマートフォンの計算機だったら計算できるかもしれない。51って言って、なんかねこんなルートみたいなね、まあこれルートって読むんですけど、ルートのね記号 打っっててあげるとと 7.141428… 続くと思いますそれが実は、えー、51の、まあ、平方根と呼ばれるものなんですけれども、まあ、これはねもう算数で絶対出てこない内容なんでまあいいとしてじゃあなんでさっきみたいに近いところ、ね、例えば、えー、7749 8 8 64を見つければいいかっていうと、はい、このようにですね49と64に挟まれている。 ということは、その平方数の元になるもの、まあ平方根と呼ぶんですけれども、7と8の間に、この51の平方根、平方数の元になるものが隠れているっていうことになるよね。だから、51自体は平方数じゃないから無理なんだけどしょ、えー、小学生の内容では計算できないんだけど、49と64だったら、区クで知ってるよね。 だから51に近いところの平方数を見つけることによってこの調べなくてよいゾーンですね調べなくてよいタイミングちょうどこの大小が一緒になるタイミングまあ今回で言うと7.14なんですけれどもそのタイミングを大体見定めるために51に近い49と64を見つけることでひいてはその平方根平方数の元になっているもの7と8っていうのを見つけることによって7まで 探せばいいことが分かる8だともう超えちゃってるからね。8だともうこの調べなくていいゾーンに行っちゃってるからね。うん。っていうことが分かるということになります。よろしいでしょうかじゃあちょっと難しい話だったんで1個だけ例題をやって終わりたいと思います。はいこれ追加問題ね。132の約数を調べていくとき1234って調べていった場合どこまで調べればこれ以上もう調べなくていいんですかっていうポイントっていうのをちょっと探してみようと。 じゃあまずやることは132に近しい平方数っていうのを調べてあげる。そうすると 11×11 11が121で 12×12 12が144だよね。で、この間に132っていうのが入っている。 ってことはこの11とか12 11まで調べて12を調べたらさっき言ったこの大小入れ替わるゾーンつまり調べなくていいゾーンに入るわけだよねはいということで答えは11まで調べれば良いということが分かりますで12以降は調べなくても実はもう調べたことになってるんだよっていうことになるわけですねはいよろしいでしょうかもうこのね最後の内容に関してはもう本当にね基礎編の動画で喋るべき内容じゃないぐらいねあのマニアックな難しいことなんですけれどもまあオレンジ先生の算数動 動画は僕の知っている知識を全て盛り込むっていうのが一応コンセプトなのでこういうところまで話させていただきましただから例えば大きい数字のね訳数を全部調べなきゃいけないって言った時に、えー、この知識だいぶ役立つと思います。だからら知っっていたらまあ、ちょっとね得する ところももしかしかかたらあるかもまあ、とはいえね、別に知らなくても、まあ、さっきの問題でもね、16まで調べればいいわけだから、まあまあって思うんですけど、で、ちなみにね、この知識ね、6年生、まあ、入試直前の生徒でも、本当にね、知ってんのね、1%もいないかも、0.5%もいるかどうかぐらいの、えー、割合の人数しか、本当に、一握りのね、えー、の人しか多分知らない情報なので、まあ、ぜひね、知っていると、まあ、すごくマニアックな知識だけど、ちょっとみんなよりね、俺ちょっと算数詳しく知ってんだぜ、みたいな <laughs>、え、知識 気になると思いますので、まあちょこっとね覚えてみてもいいんじゃないかなということでした。 はいということで今回は以上にしたいと思います最後ねちょっとね基礎編の動画としてはあるまじきマニアックすぎる話をしてしまいましたがまあオレンジ先生のこの算数クラスっていうのはねもう僕の知っている脳内にある知識を全て <laughs> ここに <laughs> 叩き込むというのがコンセプトなのでお許しくださいはいとはいえですねまあ最後のねマニアックな知識は置いといて今回やったようなですね約数の調べ方そして公約数の意味最大公約数の意味公約数と最大公約数の関係性ですね公約数って のは最大公約数の約数なんだっていうところとかあるいは連序法のやり方ベン図でのまとめ方まあそういったところ 結構重要な知識詰め込まれているので、えー、今回しっかりと頭に叩き込んでおいてください基礎知識僕がポイントって書いたところ特にね頭に叩き込んでおくよろしくお願いしますで次回ね応用編の動画少し難しい問題が出てきますからそちらもぜひチャレンジしてみてくださいはいということで今回は以上にしたいと思いますよろしければ高評価そしてチャンネル登録まだの方はポチッとよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございました以上オレンジ先生でしたバイバイ チャンネル登録よろしくね。